こんにちは、筋肉料理人です。今からヒゲ剃り台ですね、ヒゲ剃り台という名前の魚をさば、いて刺身にします。ヒゲ剃り台は、一般的にはあまり有名な魚ではないんですけれども、とても美味しい魚です。今日魚屋さんに行ったら、とっても鮮度のいいのがあったので買ってきました。それではさばいていきます。まずは鱗を落とします。鱗取りで鱗を取ります。ヒゲ剃り台の鱗は割と取りやすい方です。取りやすい方なんですけれども、この魚はですね、ヒレに鋭いトゲがあって、そしてエラブタとかも鋭いので、それで怪我をしないように注意をしながら、鱗を取ります。割と皮がしっかりしてるんです。ゴシゴシやっても大丈夫ですけど、あまりゴシゴシやると、鱗が飛び散るんで、台所を汚しちゃわないように注意してください。鱗を落としたら流水で洗います。まずはエラと綿を抜きます。エラ蓋を開いて、釜の下の付け根を、外したらエラの後ろの膜を切ります。そして腹を開きます。で腹を開いて、さっき切ったエラの後ろの膜、これをちょっと念入りに上の方まで振っていきます。そして、最後にこのエラの上の付け根を切り取ります。でここを切ると、エラと内臓が一緒に取れます。そして、その奥の方に浮き袋があるので、その浮き袋の方にもちょっと切り込んでいきます。ちなみにヒゲ剃り台、この浮き袋がすごく強いです。そして切れたら引き出します。これはオスです。白子があります。内臓は非常に小さくて、ぶどまりがいいです。でこの白子は、後で酒蒸しにします。白子は取っておきます。そして、取っておくときに、これ日本酒をかけておくと鮮度落ちが少ないです。そして内臓を外したら、開いた腹ですね、中を見ます。これが浮き袋です。浮き袋を破ります。浮き袋を破って、この背骨の下ですね、この辺に血の塊があります。あるので、ここをちょっと包丁の切っ先で傷つけておきます。傷つけて、そして流水で洗います。流水で洗います。エラの付け根には血が溜まっているので、しっかり洗い流します。頭を落とします。胸びれの後ろですね、胸びれとこの腹びれ、この後ろ、ここに切り込みます。反対側も同じように切り込みます。まず刺身でぶどまりがいいような頭の落とし方をします。で頭を落としたら3枚に下ろします。まな板の手前に身を置きます。そしてさばいていきます。このヒレの際に最初に浅く皮に切れ目を入れます。そしてここから、中骨に沿って切り込んでいきます。
ちょっとこの身を開きながら中の様子を見ながら、さばいていきます。でここで、背骨ですね。背骨のところまで切り込みます。そして反対側です。反対側も皮にちょっと浅く切れ目を入れます。ちなみにこのヒゲ剃り台とか保証台とか皮が強いです。強いので最初にちょっと切れ目を入れてやった方がさばきやすいです。で切れ目を入れてそこから、中骨ですね。しっかりした中骨が入っています。それに沿って、身を切り取ります。ここでもやっぱちょっと身を起こしながら見ながらした方がやりやすいでしょう。ちなみに鮮度がいいと、この身を起こしても割れにくいです。でこれこうやって、背骨までですね切り込みます。でそうしますと、ここに腹骨がありますあるので腹骨が、背骨につながっているのでその付け根ですねを切ります。骨が硬いので注意して切っていきます。これで、2枚おろしになりました。反対側も同じようにさばいていきます。よし、これで3枚になりました。腹骨を切り取ります。腹骨が左を向くように身を置きます。皮が下ですね。そして、包丁の左側面がこの腹骨に沿うようなそんな感じで切り込んでいきます。この腹骨が包丁の左側面に当たるような感じです。で腹の底の方は、刺身にはできないので身を残して切り取ります。でこの外したこの腹骨も、後で味噌汁とか吸い物にすると美味しいです。そして、この真ん中の身の中央にある、小骨ですね。ここで身を切り離します。そしてこれも、吸い物や味噌汁に使います。皮を引きます。身はまな板の手前に置きます。そしてこちらがおひれの方ですけれども切り込みます。切り込んでこの皮と身の間に刺身包丁ですね、これを差し込んで刺身包丁をまな板に押し付けるような感じ、そして皮をですね引っ張るような感じですね。で、皮を引いていきます。失敗しました。反対側からやり直します。この魚は割と皮を引きやすい魚です。失敗することは珍しいんですけれども、
皮を引っ張るような感じですね。で、包丁はまな板に押し付ける感じ。こんな感じで皮が引けます。で、失敗した時には反対側からやり直すと。でちなみにこういうふうに、皮を引くのを外引きと言います。で逆に反対に向けてこちらの方からこうやって引いていくのを内引きと言います。まあ、どちらでも、やりやすい方で。こんな感じです。切って盛り付けます。この皿に盛り付けます。裏の方の背中の身です。頭がこちら、そして腹が向こう側の身になります。これを、左の方からそぎ切りにしていきます。とてもこの魚、買ってきたこのヒゲ剃り台鮮度がいいので薄く切って美味しいと思います。この包丁の刃元の方ですね。包丁の刃元の方からこの切っ先まで長く使って引くように切ります。で切ったのを、盛り付けていきます。で盛り付けるときには刺身同士を少し重ねて、半時計回りですねに盛り付けます。最初切り込むときには包丁をちょっと縦気味にして、包丁が入ったところでぐっと寝かしてから、引いてきます。で最後また包丁をちょっと立てる、そんな感じです。でこの皿をちょっと回しながら盛り付けていくと、盛り付けやすいです。で盛り付けました。でここで皿を、さっきはこういう向きでしたが反対に向けます。でこちらを正面にします。そして、ここにと剣を置きます。剣を置いて大葉を置きます。そして今度は、腹の方の身です。腹の方の身を、切っていきます。あちらの身の厚みのある方を向こう側にします。でこれ皮がついていた方を上です。で同じように引いてこの大葉のところに盛り付けます。そしてもう一枚の腹の方の身も、同じように切って続けて盛り付けます。ちょっと残った分はまた別の皿に盛ります。
で中央のスペースをちょっと空けて、ここにまた、残りの背中の方の身を、盛り付けようと思います。でこの背中の方の身ですけれども、ここには、ひだ作りで盛り付けます。ちょっと変形のひだ作りで包丁をこの左側にちょっと倒して斜めに、この時も、包丁の刃元ですね、刃元から切っ先まで長く使って引くように切ります。これを手前に盛り付けます。ひげ剃り鯛の刺身の完成です。わさび醤油でいただきます。ひげ剃り鯛の刺身完成しました。試食してみたいと思います。このひげ剃り鯛は、さばいてるとは分かるんですけど、すごく鮮度が良かったです。身がプリプリ、腹の身をいただきますね。腹の身、コリコリです。食べるとこれ鮮度が良かったから食感がコリコリしてて、そして、白身特有の甘み、旨味ですね。でそれに油も乗ってるので、口の中に今後口で旨味がすごく残ってます。そしてかすかなその磯の風味ですかね、もあって、あ、美味しいですね。すごい美味しいです。これはもう今日すごい今鮮度がいい状態で食べたんですけれども、この状態で食べてもちろん美味しいんですけど、これを一晩ぐらい寝かせて、そして明日食べても美味しそう。そうすると、この魚が持ってるその2つの顔ですね、すごいいい状態の、新しいそのコリコリの状態の時の旨味と、それと熟成された旨味ですか、それ両方味わえそうです。ひげ剃り鯛の刺身、美味しいですね、やっぱりね。で、あと、アラとさっきと出た白子が残ってるので、これも料理して美味しく食べたいと思います。ひげ剃り鯛、もしも見かけたら、試してみてください。美味しかったです。